私の決断は正しかったのだろうか、セグロ。己の心情に沿いドルファを去った。だがそれは逃げたのではないか。私が去ったところでドルファで行われている非道は続く。私の目に耳に届かずとも。そうだ、何のことはない。何が心情に反するだ。私はただ逃げただけだ。情けなく無様に。ガルー、逃げろ逃げろって、逃げろ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 。貴様ら、ゲッ、なんで女湯のぞき魔がここにいんだよ。私をそのような名で呼ぶな。というかな、今はお前に構っている暇はねえ。ドルファの警備隊に追われてんだよ。いやー、我が輩たちの歓迎会を高級レストランで開いてくれたのは嬉しかった。そうですね、ピピ。誤算は近くのテーブルにドルファの幹部がいたことですね。ああ、そしてまさかあのような場所でも喧嘩を売る者がいるとはの。本当よ、なんであんたはいつも考えなしに行動しちゃうのよ。だってあの幹部の野郎はピピンを指さして、ここはペット禁止だって言いやがったんだぞ。仲間をバカにされて黙っていられるか。まあ、私たちも最初はペット扱いしちゃってるんだけどね。仲間を侮辱した、そんな理由でドルファに歯向かったのか。あ、そんな理由だぞ。俺にとっちゃ大問題なんだよ。バカな、現に今貴様は仲間まで危険にさらしているではないか。仲間の名誉のために仲間の命を危険にさらすなど本末転倒。愚行という他にない。アポローネス、お前バカだな。な、俺はな、強いんだよ。今は面倒だから逃げちゃいるが、仲間を危険にさらす気なんてさらさらねえ。もしドルファの警備隊に追いつかれても、そん時はそいつらを蹴散らして仲間を守ってみせる。口だけでなら何とでも言えよう。だが覚悟なき者は口にも出せまい。私は逃げた。心情に反する非道から目を背け逃げた。なぜなら私が歯向かえば妹が危険な目に遭うかもしれないからだ。ファング、答えろ。貴様らはなぜドルファに歯向かうことができる。言ったら、歯向かっても仲間を守れる、そう信じているからだよ。それにドルファはどうしても気に食わなくてな。誰かを傷つけてまで世界を手に入れるなんて間違ってる。そうは思わねえか、ファング。ファングさん、リンダ、よく見ようと。今のファングの姿が本当に彼の姿。普段は気恥ずかしくて心の奥底に隠している。誰かの真剣に答えるときはファングも真剣になるんだな。僕のときもそうだった。掃除、当たりだったな。このパーティーに加わったのは。ええ、私も久しぶりに心が震えていますよ、ファングさん。やはりファング君のポテンシャルは素晴らしい。彼こそが全ての鍵を握っているんだね。ファング、貴様の思いは理解した。あれは
その思いを貫けるだけの力を私に示してみろ。けっ、めんどくせえが付き合ってやるぜ。泣き面さらすんじゃねえぞ、アポローネス。ステージ準備整いました。行くか。ちょっと暑いぜ。さてと、すべてを出しました。ご愁傷様でしたわ。手抜いたらんで。手加減しないよ。マジカルエフェクト、足がすくむよ。見せます。マジカルエフェクト、聖なる光。バッタンでへんで。
だね。あや、ヒロイン登場ですわ。お行きなさい、お行きなさい。ご愁傷様でしたわ。強くなりましたが、足は引っ張りません。確かアタックエフェクト、標準はここだ。準備はいいぜ、来い。はい、なんで。また来世。なかなかやるようですわね。貴様らに力があることは分かった。ならもう追ってくるなよ。何度も戦うのは面倒だからな。追いはしない。私はもうドルファの人間ではないからな。なんだ、抜けたのか。甘いですよファング君。この男はドルファの四天王の一角。そう簡単にドルファを抜けるわけがありません。むしろ弱ってる今がチャンスです。ここで殺しておくべきなのでは。シャルマン様。シャルマン、お前また目がいっちまってるぞ。グラースに洗脳されてる時みたいにな。時には非情さも必要です。ファング君に下せない決断も僕なら下せる。足りない部分を補い合うことはパーティーの基本だと思いますが。そうだとしてもだ、すぐに極端な答えを出しちまうのは悪い癖だぞ。仮に抜けたことが真実だとしましょう。それでも安心はできません。先ほどアポローネスは自身の妹をドルファに人質に取られているというような発言をしました。彼は妹のためなら平気で僕たちの寝込みも襲うでしょう。ドルファにそう命じられたらね。その通りだ。私をここで切っておけ。貴様の仲間を守るためにも。疑い出すとキリがねえよな。あんな可能性がこんな可能性がってよ。すげえ面倒くせえよ。だから俺は信じることにするわ。アポローネスはなんか大丈夫だって。無条件に私を信じるというのか。ファング君、君って人は全く。なあ、うるさいうるさい。信じるって決めたから信じる。これで終わり。
てか、だらだら話してたせいで望まねえお客さんが来ちまったじゃねえか。アポローネス、おバカさんですね。大河か。バーナード副社長があなたをタダで返すわけないでしょ。我が社の秘密を守るため、あなたの口は塞がせてもらいますよ。そうか。貴様はあの非道に目をつむるのだな。仕方ありませんよ。私はあなたほど強くないのですから。私だって平気なわけじゃない。あの光景を見てから、私は娘を抱きしめられなくなった。私が直接手を下しているわけじゃない。それでも私の手は血に染まっているみたいに感じて、触れられるわけがない。無垢で清い私の娘たちにこんな汚れた手で。バイカ、どうか恨まないでくださいね。私には愛する妻と娘がいるんです。あなたとは同僚でしたからね。死ぬ姿など見たくはありません。警備隊の皆さん、後のことは任せましたよ。ついでにそこにいる珍獣やゴミの清掃もお願いしますね。さて、囲まれちまったわけだが、アポローネス、互いに追われる身で敵も同じなら、ここは一丁協力でもしてみるのはどうだ。そう、まさかこんな展開になるとは。全くです。ですが僕も一応信じてあげます。背中は任せましたよ。あ、任せておけ。準備整いました。行くか。マジカルエフェクト炎だ。妖精の力を覚え知れ。私の番ですわね。抜いたらんで。ああ、私か。アタックエフェクト、かないよ。かくれんぼは終わりだ。清い世界のために。引っ張りません。ちょっと出てきたんだ。
様の番だ。マジカルエフェクト、ちょっと熱いぜ。ヒロイン登場ですわ。手加減しないよ。アタックイベント始まるじゃない。ここだ。受けてみろ。足は引っ張りません。やった。
知らずのワイヤレ。いけるよバハツ。いくよバハツ。アタックイズ。順はここだ。一生懸命やります。ヒロイン登場ですわ。会わずにいなさい。当然ですわ。加減しないよ。アタックイフェクト。盛大に送ってやるよ。ざっとこんなものですわ。追っ手は片付いたな。やるじゃねえかアポローネス。誰かに背を預けて戦うのは一体いつぶりのことだろうか。群れで戦うことなど弱者の悪あがきとしか思っていなかったが、互いを高め合う戦いというのもある。ああ、認めるしかない。なんだ、他人を認められるようになったか。なら俺たちの仲間になっちまえよ。ファング君、またそうやって。いや、もう何を言っても無駄ですね。私がそなたらの仲間にか。人生の先輩として我が輩から一つ助言を。一人で強くなるには限界がある。競い合う仲間、部を高め合う仲間がいればそれだけ成長も望めよう。そして子であるということと仲間に加わり集うということ、この二つは実は相反しはしない。人の集いにおいてはむしろそれぞれの子は際立つのだ。ファング、そなたらには仲間を守る力がある。そして私も私を信じてみろ。私には妹を守る力があると。仲間に加わろう。おう、リーダーの俺様を信じていいぞ。ほんと調子いいこと言っちゃってさ。でもアリンさんもすごく嬉しそうな顔してますよ。かっこいいファングが見られて嬉しいんだよ。でね、こういうのが恋なんだって。なるほど、これが恋なんですね。もうからかわないでよね。なんでそんな余計なことするかね。